戦場に到着。わかった。了解。わかった。了解。この道は前にもある。遅い。地点確認。
発生する。人権変更。出発。どこ行くん先輩。出発。どこ行くん先輩。素材習得。わかった。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。この道は前にも歩いたような、気のせいか。ふっ
拾ったで。ここでサボってるって隊長に言わんといてよ。了解。わかった。了解。
地点確認。それに起訴した会社の持ち株会社は、キャロルがアニメに関することで聞いてきてね。ちょうど時間があったから話してたんだ。先輩も一緒に聞かへん？アニメ業界の秘密やで。他やとお金払っても聞かれへんよ。ちょうど ET スタジオが大ピンチやった時の話や。そんなに大したものでもないさ。あ
れは20年前のこと。当時魔剣神起 MX が全世界37カ国で上映されていたんだが、魔剣神起シリーズの代表機体アラハトが出ていなかったため、 MX の評価は普通でね。一方、初登場の気功退去皇帝がかなりの人気を博していたんだ。するとあるヨーロッパのゲーム会社が ET スタジオを訴えてきた。退去皇帝の著作権は弊社が持っているとね。最初俺たちもびっくりしたが、後に彼らが登録していたのは退去の王だと判明してね。皇帝と国王の区別について弁論した後、相手は訴訟を取り下げたよ。当たり屋的な訴えやと思うたけど、退去の著作権をほんまに持っとったんやね。ああ、そしてその会社の株主は夫アポカリプスだった。ある意味天命とネゲントロピーの長き闘争におけるエピソードの一つだよ。あの人は文化産業に異常なほど熱中していてね。有名なゲーム会社のいくつかは彼の出資を受けているんだ。信じられないかもしれないが、彼はゲームを作ったこともあるんだよ。そうだな、当時の訴訟書類にも書いてあったんだが、カレンファンタジーには退去の王というキャラが出てくるらしい。名前以外うちの退去皇帝機構とは似ても似つかなかったが、に決まっとる。ほら、天命とネゲントロピーはライバルやったし、好きあらば嫌がらせしたろうとか絶対考えとったんよ。せやけど、うちは嘘をつきとうないから。
それに昔の店名と今の店名は別もんやろ。そんなことで悩まなくていい。オットーはもういないし、過去のことは気にしなくていい。他に仕事があるんだろ。時間があったらまた話そう。